はい、皆様、こんにちは。堺にちかです。今日は、超次元占星術とは何か、超次元占星術と一般的な占星術の違いっていうことでね、解説していこうかなというふうに思っております。はい。まあね、超次元占星術っていうか、まあ、にちかちゃんの経歴とともに語らないといけないんですけれども、まあ、にちかちゃんは、1999年頃ですね。まあ、門馬寛明さんっていう人が、主催する、占星術サークル、まあ、研究会みたいなところに8年間、参加してました。はい。で、そこでは、もう市販でちょっととてもじゃないけど手に入れられないような、まあ、秘境的な本ですよね。まあ、門馬さんが、まあ、海外から買い付けてきたような、もう絶対市販では買えないようなね、占星術本っていうのを、まあ、みんなで、まあ、勉強するっていうような、まあ、サークルだったんで、にちかちゃんがやってきた占星術って、ちょっとこう、一般の人が知ってる占星術とだいぶ違うんですね。で、超次元占星術は、そういう、その明暗塾で、まあ、限られた人たちの間で、まあ、やられていた占星術を、ちょっとにちかちゃんがアレンジしましたっていうね、感じの占星術。で、元ネタは、レインホルト・エバーティンさんっていう、ドイツ系アメリカ人の、心理学者でもあった、まあ、占星術家の先生の占星術をもう絶対根本経典ということで、もうエバーティンの占星術イコール超次元占星術だっていうことは、再三言ってます。だからエバーティンさんの、ご家族にはね、まあ、版権を管理している、ドイツの出版社には一応連絡はしてあります。その後、その著作権とかをね、まあ、どうするのかって、まあ、もちろん、なんか打診があれば当然応じますし、一応、無断でやるっていうことはできないんでね、エバーティンさんのその版権を管理しているドイツの、出版社さんには一応ご挨拶は、してあります、メールで。うん。なんで、まあ、その辺はね、まあ、大丈夫かなっていう感じなんですけど、とりあえず、エバーティンさんの占星術イコール超次元占星術だっていうことは覚えておいてください。で、超次元占星術イコールエバーティンさんの占星術なんですけれども、エバーティンさんの、占星術の中に、技法のその一つとしてね、45度ダイヤルっていうのが、まあ、あるんですね。で、その45度ダイヤルを、45度ダイヤルが超次元占星術って言った方が正確ですね。もう一回言い直すと、超次元占星術とは、エバーティンさんの占星術、コスモバイオロジーなんだけれども、一心同体なんだけれども、コスモバイオロジーの、ちょっとアレンジしたものなんだけれども、その中でもですね、エバーティンさんが提唱していた45度ダイヤルが、超次元占星術なんだっていうことは、何回も繰り返し言っておきます。だから、まあ、エバーティンさんの占星術を知ってほしくて、超次元占星術を出しているっていうことなんですね。一般のね、まあ、いろんな方が占星術本出してますよ。まあ、加賀見隆二先生とか、松村清先生とかね、石井ゆかり先生とか、まあ、最近ではなんか、お笑い芸人からなんか勝ち上がっていった人の、その占星術入門書とかね、あるんだけど、まあ、あれらは全部入門って言ってるじゃないですか。自分たちも入門って言ってるのだから、まあ、あくまでもあの辺はもう入門っていうか、入り口の入り口であって、あれだけを読んで結構ドヤ顔する人いるんですけど、いや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 、あれはまあ、ほんの序の口の序の口っていうかね、全然入り口ですよっていうね。だからよく寄せられる質問としてはですね、まあ、鑑定会、超次元占星術を知ってもらおうと思って、超次元占星術の説明会に来ると、私は第三ハウスがこうで、アセンがこれで、MC がこれで、
ドラゴンヘッドがこうでって結構言ってくるんですけど、いや、ごめんなさい。超次元占星術は使わないんですっていう。超次元占星術の特徴というかですね、エバーティンさんの占星術の特徴って何かって言ったら、まあ、まずハウスを使いません。一切使いません、ハウス。だから、ハウスありきで読んじゃう人からすると、ちょっとびっくりするみたいなんですね。で、ハウスは使いません。で、もっと言ってしまうと、サインもほぼ使いません。だから、なんとですね、占星術入門書で、何よりもその基礎だって言って、ゴリゴリにその、教わってしまうね、ハウスとサインを結構ガン無視するのがエバーティンなんですね。コスモバイオロジーなんです。まあ、使わないことはないんだけれども、まあ、ほぼガン無視ですね。で、エバーティンさんのそのメインの著書、ザ・コンビネーション・オブ・ステラ・インフルエンスっていう本の中で、エバーティン本人が、ハウスは当てにならないから、あんまり使わないことを推奨しますって本人が、まあ、言ってるんですね。まあ、言ってます。ハウスはもう、あんまり当てにならないと。で、まあ、ホラリーではね、使うよ。ホラリー占星術では。で、占星術っていうのは2つ大きくね、分断があるんですね。分断があるんですよ。占星術の世界の中に。私もね、この分断があるっていうことは、ようやく長年の探求の末にですね、ああ、初めから分断があったんだなっていうね。で、一説にはっていうか、一般的な本を見ると、なんか、ホラリーこそがその占星術の源流であるっていう、まあ、言説が最近多いんですが、私が調べた限りね、ホラリーじゃないんですよね、源流は。源流はやっぱりね、コスモバイオロジーの方が本来の古代からの、っていうか、古代のギリシャ人が考えていた、占星術に近いんですよ。古代ギリシャの哲学者たちが考えていた占星術って、明らかにコスモバイオロジーの方なんですね。ハーモニックとかで、コスモバイオロジーって言うとハーモニックとかハーフサムとかっていうね、感じなんだけど、あっちの方が古代ギリシャの数学者たちが、考えていた、ことに近い。ただ、数学者たちが考えてきたことなので、そこら辺の情報ってね、なんかね、隠されちゃったみたいなんですよ。自分たちのすごい秘境中の秘境の教えで、限られた人にしか伝授しないっていうのがね、もう紀元前の古代ギリシャのとこから、もうそういう方針になってたみたいなんですね。で、ホラリーっていうのはどちらかというと、こうその秘境っていうか、秘密の、その修行者団体みたいなことに、所属してないですね、自由な感じの人たちがいろいろ、自由に、切って貼ったりしてね、技法をどんどん入れ込んでみたり、思いついたことをどんどんいろいろやってみたりしたのが、まあ、ホラリーの流れになっていると。だから、まあ、どっちの方が歴史的に古いのかって言ったら、まあ、同じぐらいの歴史はあるんですけれども、占星術には秘められてしまって、隠されてしまった秘境の占星術があって、コスモバイオロジーはどちらかというと、もう隠し通されてきた、占星術が、ようやくそのエバーティンさんの時代になって、エバーティンさんがちょっとこう、世の中にこう発表した、っていうのが、どうも正解みたいですね。で、私ね、エバーティンさんが好きすぎちゃって、エバーティン博士をまあ尊敬しすぎてしまっているがゆえか、エバーティン先生がですね、とうとう本人が夢の中に現れたっていう、ことがあったんですね。どのぐらい、今年見た夢なんですけど、今年3、4ヶ月、夏ぐらいですかね。実は夢枕にね、エバーティン先生が出てきたんですよ。それで、わーっていうね。で、そこでいろいろと、こう、解き明かしてくれたことなんですけど、ただまあ、夢の中で見た情報なのでね、本当かどうかっていうのは、わからないんですけれども、そこでまあ、エバーティン先生が夢枕に立って言ったのは、日花はよく見つけてくれたと。俺、実は隠してていて、で、自分も、
本当は言いたかったんだけど、その秘境のね、隠し通すっていう教えの伝統があるがゆえに、探求するものにしかそれは本当の正体を解き明かさないんだってね。でも、ニチカはそれを、自分のその著書の中からようやく見つけて気がついてくれたんだと。いう夢を見ました。はい。で、夢の中でね、エバーティン先生に一応ね、約束したんですね。まあ、荒らされないようにしますと、その秘境の部分はね、本当の、占星術が本当に込めている宗教的な教えですよ。本当に伝えたいこと。で、今の占星術業界を見ると、その本当に伝えたいね、神髄のところが、伝わっているかというと、これは全く伝わっていません。なぜかというと、興味本位だからですね、すべてのもうほとんどもうほぼ全員占星術触っている人の99%ぐらいは、まあただの興味本位、ただなんか自分のことがなんか分かるんだろうみたいな、なんか当てにしてっていうか期待して、なんかその神髄を知ろうとしないんですよね。結局神髄を知ろうとしないで、ただなんか当て物的になんかこう自分の、なんか有利なことが分かればいいんじゃないかとか、ただ単になんか自分のことを知りたいみたいなね。でも自分のことを知るっていうのは、自分とは何だろうっていう問いかけることでもあるんですよね。で、そんな簡単にね、はい、はい、お羊座はこうとか、ナンハウスはこうとかって言って、それをそのまま受け止めてしまうっていうのは、これはもう思考停止っていうか、そんなことじゃないだろうっていうね、まあ感じもするんですよね。だからまあ、超次元占星術はそういう秘境、本当に大事な占星術の、大昔か紀元前から賢者たちがずっと守り通してきた、生命の秘密であったり、意識が肉体に宿る秘密であったりとか、そういうことをまあ内包した占星術なんですね。なので、これは、そこら辺の教えっていうのは、やっぱり顔の見える近しい人間にしか教えてあげられない。っていうのがあります。だから、まあ、顔の見えるね、講座とかでは、で、ここら辺のことをね、もうそろそろ、時代も時代で、もう隠し通しきれなくなっているのは確かなんですよ。だから、ここら辺の情報をね、夢の中で、まあ、エバーティン先生に聞いたんですよ。ここら辺の情報って話していいんですかっていうことは、まあ、夢の中ですけど、まあ、聞いたら、教える時期には来ているんだと。教える時期には来ているんだけれども、ただ、占いをやっている人たちはいかんせん心ない人が多い。で、視野が狭い人が多い、人間的に未熟な人間がすごく多いんだと。だから、やはり、その気長にね、ゆっくり時間をかけて分かってもらうっていうことがすごく必要なので、まあ、マスではばらまかないっていうのがとりあえずお約束なんですね。マスではばらまかない。顔の見える読者さんとかね、顔の見える近しい人。で、この占星術の神髄ってことを、まあ、日華ちゃん授業で教えたりするんですよ。占星術講座で、何コマか、まとめて教えたりするんですけれども、ただまあ、本当に心底を理解するっていうのは簡単なことではないので、まあ多分本当に理解する人が出てくるっていうのは、まあきっと時間がかかるだろうという気はしていますけれども、もうそういうね、占いっていうのもね、もう従来の、で、特にもうその出版社とか雑誌社とつるんでるような、もう占星術っていうのは、あれはもう本当にね、腐敗の象徴っていうか、あんなものは全くもう占星術の神髄じゃないよと。だからまあ、にちかちゃんはもう雑誌とはつるまないっていうのがとにかくお約束で、で、テレビにも出ることはありませんし、まあ本当に自分の力でね、顔が見える人、に一人ずつ伝えていくっていうね。だからそういうね、大事な秘境を本当は教えたいがために、こういうまあ超次元占星術っていうのをね、やっているんだけれども、まあ、これを通じて本当に一番伝えたいのは、紀元前から守り続けてこられたその秘境的な考え方。なぜ我々はこの肉体っていうものに宿ってしまうのかっていうね、そういう秘密の情報ですよね。まあそこら辺があるんだよと。だから、
まあ、一般の占星術慣れしている人が、無理に超次元占星術に来る必要はないと思うんですね。これ本当に志のある人だけにしか、選ばれた人間にしか教えちゃいけないんです、本当は。この神髄って。だから、誰にでも教えられないし、残念ながら私に入門してきた人でも断るケースもありますから、途中から。あ、この人やっぱ無理だって教えられないって、こちらが判断したら、まあ正直弾くこともまあありますね。だからまあ誰にでも教えないんですけれども、でもかといって、教えないわけにもいかない情報なんだっていうね。だからまあ超次元占星術ってそういう秘境的な、ものだよと。で、まあ今の占星術っていうのはとにかくね、ちょっともうやりすぎっていうか、素人さんのその人間の弱さみたいなところにものすごくつけ込んでくるよね。なんか小惑星も入れるとかさ、なんか感受点が増えれば増えるほど、ハウス分割を細かくすればするほど、情報がいっぱいあればあるほど、なんかね、当たるんじゃないかっていう謎の刷り込みがあるんですけれども、エバーティンさんはそれは大反対で、私も大反対で、占いっていうのはプロになればなるほどシンプルイズベスト。もうどんどん減っていきます。どんどん使うべきものが減って、どんどん見るべきところが減って、非常にシンプルに洗練されていくのが、これがプロの生き方ですよね。だからまあ、複雑な星読みをしている人っていうのは、まあ、ほぼプロ経験がないと思って、間違いない。いやと、いうのは思います。だから小惑星入れて、ハウスも全部入れて、これはカスプが何座で、何座のルーラーがこうだから、ファイナルディスポジターが、アスペクトがとかってやってる人って、まあ、ホロスコープ読めないよ。全部同じぐらいの力点で読んでたら、と解釈でできるわけないんだから、人間っていうのはそんなに複雑なことをね、こなせるほど、スペックはこう、ないんです。脳のスペックないんです。そんなにいっぺんにいろんな同時にいろんな要素を一本にまとめられるような器用なことは、ないんですね。AI でも結構難しいですよ。これを一本の情報にまとめなさいというのは難しい。で、そうやってわざとそうやってやってるんですね。だからまんまと騙されたまんま騙された占星術をずっと一生やり続ける人も多いです。だから非常に怖いですね。もう本当魑魅魍魎の世界だから、とてもじゃないですけど、本当にね、占星術で占いができるようになるっていう人って実はそんなに多くないです。触りたがる人はやたらに多いですよ。でも、ちゃんと、プロで、やっていけるというか、その神髄とは何なのかっていうところまで、至れる人っていうのは、まあ、非常に少ないですね。やっぱり、ちょっとね、ちょっとなんかこう、まあ、なんかカルマだったり、運命だったりみたいな、なんかそういうお導きっていうのがないと、なかなかその本当の真髄のところまで、たどりつける人っていうのは、まあやっぱり結構ごくごく、限られちゃうのかなっていうような気はします。しかし、もうですね、人類がこう目覚めなきゃいけない時期に来ていてね、まあアクエリアンエイジっていうのもそうなんですけれども、インド占星術ではね、インド占星術ではですよ、今ね、ビシュヌナビーって言って、ビシュヌのへそって言われているね、その銀河の中心点ですよね。銀河の中心点に対して、今最も遠い地点からようやく、遠いところをこう通過してですね、これからどんどんその銀河の中心点に向かって、近づいていくサイクルに、なっているそうなんですね。で、西暦1894年が、その上昇サイクルに入ってから、194年経っている計算になるんだそうです。で、これからね、ドアパラユガっていう2400年間続いていくドアパラユガ。で、このドアパラユガの時代っていうのは、周分点、ね、周分点が、処女宮から獅子宮の間に来ると、
時の2400年間をドアパラユガっていうらしいんですね。でもうそこに入ってきて、だから、まあ、このインド占星術の考え方、それで、ビシュヌ・ナヴィの一番遠いところを通過して、で、徐々にこう、今度接近していく流れになってくると、人類全体がですね、どんどん頭がこう、賢くなって目覚めのサイクルになってきて、で、神の実在の、知識だったりとか、宇宙の本当の、真実の姿とかね、そう、まあ、科学技術がものすごく発達するのもそうだし、霊と肉体の秘密みたいな、ところを解き明かすサイクルに、なっていくそうなんです。だからまあ、アトランティスの時代にこう近づいてきているっていうね、だからそういうようなこともあって、私ごときに多分占星術の本当の真髄が、なんかこう下ってしまったっていうかですね、で下ってしまったからにはまあ教えないわけにはいかないので、まあ、心ある本当にね、ニチカちゃんと人間関係をしっかり作ってくれる方のみですけれども、やっぱりお友達にね、なれない人にそんな教えられないので、一応ね、ニチカちゃんは一応皆さんとは、仲間だよって、お友達だよっていう感じでね、親しく、交わって、お酒飲んだりね、食事行ったり、悩み事話したりしながらね、みんなでまあ成長し合えるような占星術サークルをね、今やっていますけれども、まあそこの中ではその本当に隠されてきた真髄っていうことを心を込めてお話ししています。でもみんなにはあんまりベラベラ喋るなっていうのも言ってるんですね。あんまりベラ、なぜかっていうと、占星術ツイートとかさ、その星占い、星占の人たちを見てもらうと分かるんだけど、本当にね、何でもばらまくのよ。本当にばらまくの。それで、数誇りをして、それでなんか雑誌とかでつるんで、鬼の首取ったみたいに書き散らす連中だから、そういう人に荒らされたくないんですね。本当に荒らされたくない。だから、広がらなくていいから、一人ずつちゃんと心にちゃんとね、ろうそくに火を灯すかのごとく、一人ずつに、しっかり、このね、占星術の本当の真実の教えっていうものが、伝えられていったらいいんじゃないかなっていうふうに思っています。で、超次元占星術はそういう秘境的な占星術の一つの、まあ、シンボルタワーなんだというね。だから、他の占星術とどう違うのかって言ったら、そういうもう絶対の思想哲学っていうものを内包しているんだっていうことだけは覚えておいてください。そんな簡単なね、ニチカちゃんが勝手にこう思いついちゃって、なんかこんなの考えちゃったとかって言って、オリジナルタロットみたいなことをやっているわけではないんだっていうことですよ。ちゃんと深い、超次元占星術1個だけでもう、占星術のとてつもないジャンルなんですね。超次元占星術というもう単体だけで途方もない世界観を有している、もう占星術のもう完全なる一ジャンルなんだっていう、もう超次元占星術自体がもうとてつもなくこうその長い学びになってしまうぐらいの世界観を有しているんだよっていうね、ことは、まあ、理解していただければいいんじゃないかなというふうに思っています。で、インド占星術とかの絡みもあるし、観測天文学の絡みもありますしね、それから数学的な、絡みっていうのもありますので、まあ、非常に、その理系の人ね、理系の人をこう満足させることができる占星術ではないだろうかっていうふうに、まあ、思っていますけれども、一般的な占星術と大きく違うところは、とにかくハウスは使わない。で、サインもほぼ使わない。まあ、使わないですね。ほぼどころか、全く使わないですね、ハウスもね。まあ、アスペクトがメインなんだけれども、そのアスペクトの考え方も、その伝統的にずっと守ってきた、その秘伝的なその考え方によって、成り立っているんだね。だからエヴァには実はそのハウスとかサインっていうのは結構こう、あんまり推奨してないですね、もともとね。もともと推奨してなくて。で、あれはもう本当に何にも科学的な根拠っていうものはまあ乏しいんだと。まあいうことを言ってます。ただし、アセンダントと MC に関しては、まあ採用しているんですね。ただ、これもね、将来的にちょっと変わる可能性はあるんじゃないかなっていうふうに思っています。その秘境の本当の、宇宙の、
法則っていうことを考えると、もしかすると将来的に MC とアセンダント、これも排除される可能性があるんじゃないかっていうふうな、ことを考えてますね。まあ、それプラネットナインがもうほぼほぼ発見されてきていて、まあ、そういう新惑星の発見っていうのがね、この先あるはずなので、そうなった時にもしかするとアセンダントとか MC とかの、役割がまたちょっと変わってくる可能性はあるんじゃないかななんて、考えております。なので、まあ、超次元占星術、まあ、こういうね、なんかチャラい感じの同人誌っぽいやつなんですけど、まあ、これ非常にね、秘境的な、重大な教えを含んだ占星術なので、ぜひ本当の占星術マニアはね、かなり満足する占星術だと思うんですよね。その四半本では満足できなかったっていう方でも、超次元占星術をやってみると、ああ、なるほど、本当に、天体っていうのはこう我々に影響しているんだっていうのがね、こう分かってもらえるんじゃないかなって思うので、まあだからあんまりその雑誌の占星術とかにちょっと染まりすぎた人は逆に、ちょっと、なんだろう、ハウスも使わない、サインも使わない、私が今までやってたのって何なんだろうってね、なっちゃう可能性もあります。でも、まあ占星術って本当ね、そんな四半本じゃ勉強できないよ。もう他の占いもみんなそうですね、四半本じゃ勉強できないし、東洋でもプロの先生とかで、本当に研究家でやってる人っていうのは、やっぱりね、もう四半本だけでは無理で、台湾とか香港に自腹でこう、習いに行ったりですね、道教のこう寺院までいろいろこう修行に行ったりとか、まあ、そのぐらいみんなしてるんだよね。そのぐらいしてて、ようやくなんとなく占いっていうものが操れるようになってくるっていうのは、まあ、これは西洋占星術でも、その東洋の占いでもみんなそうだから、探求心があるかどうかっていうのがね、すごく大事になってくるかなっていうふうな気がします。はい。なので、まあ、超次元占星術っていうのは、まあ、ハウス使わない、サイン使わない、で、重大な秘境の教えを土台に、ものすごく持っているんだって。で、これは限られたものにしか教えてあげられないんだって。だから、この本ってのは正直、超次元占星術の上辺だけです。はっきり言って、超次元占星術の上辺だけなんですけど、もしかしたらこれを見た人のうちからね、本当に、占星術をちゃんと勉強したいっていう人が現れるかもしれないので、まあ、それでね、やっているんだっていうことなんですけれども、まあ、超次元占星術、一般的な占星術と、まあ、かけ離れているわけではないんですよ。かけ離れているわけじゃないし、かぶってるところはあるんだけれども、とにかくその秘境的な教えですよね。まあ、そこがどうしても土台にあるんで、まあ、上っ面のね、技法だけでこう、なんか読み方だけ教えればいいんでしょう。意味の羅列だけ、箇条書きだけ、入門書みたいにすればいいんでしょうっていうのとはちょっと、違うんだよっていうことをね、まあ、覚えておいていただければ。まあ、とにかくハウスとサインは全く使いません、と。はい。いうことを、覚えておいていただければいいんじゃないかなと思います。ということで、超次元占星術202023年版、Amazon で発売になりまして、このようにですね、1年分のね、星の配置が全部、見れますので、これでね、未来予知とかも当然できますし、はい。プロの鑑定士なんかはね、もう本当、超次元占星術1冊あれば、もうこれで全然鑑定できちゃうんですよ。長尾先生なんかもうほぼこれで鑑定していますって言ってましたし、にちかちゃんも、自分が原作者なんですけど、まあ、超次元占星術のこのね、ダイアリーだけあれば、別にもうあと占い道具、本当に何もいらないぐらいな感じなんですよね。だから超次元占星術だけで全然鑑定っていうのはもうできちゃうし、で、すごくシンプルイズベスト。もうそんなハウスとか、サインガとかもう全然やらないから、もう本当に見たまま話すだけでしょ。ああ、この日にこの星が入りますね。ああ、なるほどね。じゃあ、あれなんじゃないですかね。旅行なんじゃないですかね。とか結構具体的なこと言えるってね。まあそういう感じで、まあぜひ、多くの占星術ファン。まあそんなたくさんは来なくていいんだけど、まあそれでもね、もう時代が変わって、占星術業界っていうのもちょっとずつね、なんかこう、本当に心あるっていうか、心ある占い師さんに、
もっと増えてもらえればいいんじゃないかなっていうようなね、こともありまして、まあ、それの一つの、アイコンというか、シンボルタワーとして、超次元占星術っていうのが、まあ、末永く、可愛がってね、続いていったらいいんじゃないかと思います。ということで、ご参考になれば幸いです。ダイアギーの方も、アマゾンで販売しておりますので、よかったら、買ってみていただければ幸いです。お疲れ様でした。